じゃあ、とりあえずね、前の動画で紹介した、こちらね、中古で買った、115円ね、カフェオレ。今回のこのカフェオレね、分解していきたいかなと思います。まあ、完全にね、カープレッシャーの種車としてね、今回も使うことに腹くくりましたんでね、ガラス抜いて、屋根抜いて、で、前面のやつとか全部抜いて、で、一応ね、トイレタンクなんかの、汚物処理装置ですかね。汚物処理装置で、ね、一応、クハ115 2000番台にだけ取り付けてっていう感じにはね、したいかなと思いますんでね、その辺だけやっていきたいかなと思います。じゃあ、手を開けていきましょうかね。よいしょ。おお、すげえ。車内まで綺麗な真っ白なんだ。これもこれでちょっとありがたいな。まあそうですね、分解するのにはね、もう手慣れてるんで。多分この辺はね、おそらく関東の115系と同じ構造のはずなんで、ね、もしかしてこれ、運行番号つくやつ？あ、つかないやつか。新しいね、カット、あの、トミックスのやつって、運行番号つく子っていうのもね、個体的にいるんですよね。これはただ運行番号ないやつか。一応これ終わったらね、この後はゲーム動画とか、いっぱい撮りたいんでね。これ蓋が先かもな。こうかな。ちょ、もう一個の方も分解してみるか。わかんなかったらね、こういうのも分解して、2個1にすればいけるんでね。よいしょ。どうだろうね。まあ、本当これね、端っこからね、か、いってー。が綺麗なボキーンつったちょっと待って肩関節がね結構壊しちゃってる右肩左肩両方ともね本当はこれねまとめてここ取れるんですけど取れない時の方がただ多いんですよねさ取れちゃった一番めんどくせえとこ取れたなうっとえこういう風にね全部まとめて取れるんでそしたらあとはねここが外れるんでなるほどなるほどこういう感じかあじゃあ合ってんじゃんこれでやってんのか。そうですね。おそらくこれで合ってますね。じゃあ大丈夫か。で、このまま、プリズム入れて。この個体はね、前面の運行番号、あの、行き先のところはね、光らない個体になってますんで。まあ、あの関東の、ね、115系と違って、関西のやつはね、全面は本当に、そうですね、種別なんかはつかなかったですかね、まあ最後は。で、これを、ここに行こうか。よいしょ、OK。こっちトイレ車か。屋根はあれだ、小型爪なんだ。あ、なるほど、これ、何これ。すげえ、ちょっと待って、トイレ部分だけこれ窓別パスなの。へえ、すげえ、トイレ部分だけ窓余っちゃった。ちょっと待って、これはつ、あの、これはあれだな、毛抜きの方がいいな。毛抜きがない。これいいか。使い慣れてね、毛抜きしかなかったんですけど。方向幕の金があるんで。やべえな。あれ、毛抜きどこいたっけ。オーマイガー。いつも使ってるお気に入りの毛抜きはちょっとどっか行っちゃってるね。まあ気をつけながら。あ、取れた。ちょっと無理やり引き抜いたんで曲げて。大丈夫かな。一応大丈夫そうですね。で、これだと屋根と全面ガラスか。オッケー。ほら、フォローは簡単なやつか。で、問題は全面ガラスなんでね、これ一度はめるとね、一度外すと結構ね、はまりにくいんですよね、二度と。まあ、覚悟決めていきますけど。ちょっと怖えな。覚悟は決めてるけど怖えな、しちゃって。よかった。一回で取れてくれた。あと、はめるときはね、これグッと押したやつ、ちょっと割れないように気をつけながら。まあ逆にはめればいいだけなんで。鼻ほじりながら喋っちゃった。鼻がかゆいんだよね、今。
おっと危ねえ失礼しました。思いっきり手が滑った。なるほど、トイレ窓の場これ裏から、いや裏からだな。なんか白く塗れてますね。もう結構ね、昔はあの100均の油性ペンかなんか使って白く塗ってたんでね汚いんですよね、昔施工したやつって。今回のやつ爪が危ないんでちょっと2箇所外しましたけど。でちなみにこれ屋根の穴開けはおそらく両方とも屋根か。ちょっとだけジグ見てみるか。ボディによっては屋根の方に穴開けるんだったら最悪開けれちゃうんで、ジグどれだちょっと分かんないで開けてみるか。おそらくこれジグだな。で、これなんだ？台車にはめるスノープローか。あれ、そんなやつ入ってたっけ？ちょっと待って。確か説明書見たはずなんだけど、あれ、スノープローなんか書いてあったっけ？ちょっと待ってください。台車にはめるやつだったらはみちゃって問題ないんで。足回りはね、今回一切いじんないんで。あ、スノープロー確かに入ってるわ。スノープローはつけちゃいましょうか。うん、綺麗にはまってる。スノープローで避難して。そうですね、ジグ的には綺麗に屋根の方か。じゃあ屋根なんで穴開けちゃいましょうかね、これは。というわけで一回外した屋根戻してと。一応両方とも点5でいいんだっけ、確か。よし。ピンバイス、点5ミリ、点5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 、点6、点8。1.5、0.5あったー。おい、あれ、取れた。あれ？結構ね、点5のサイズ、点3はね、真ん中で、いつも固定できるんだよな。大丈夫かな？よいしょ。今回はね、ライトユニットちゃんと抜いてるよな。抜いてるわよかった。ちょ、ね、ライトユニット抜いてるんで躊躇せずに。多分これ横穴なんで、おそらく前がね、信号変換で、後ろが多分ホイッスルになるかなとは思いますけど。この辺の穴ぐらいさ、ジグつける暇あるんだ。穴開けちゃった方が早くね。ショッキー。そうですね、まあまあ綺麗に。来ましたね。
バキッつったら、ね、まあ、最悪ガラス張り外れて、あの割れても、まあ、ニコイチで取り付けるんですけど、あんまり、ね、割れない方が一番いいんですけど、俺どこ外したっけ一番最初。多分一番最初があれ綺麗に一回で外れすぎたんだよな。外れた。ちょっと大丈夫そうかな。まあ気をつけながらやるとして。おっと穴曲がったな。そうですね、穴曲がりましたね。どっちかの穴か分かんないけど曲がったな。まあ、しゃあねえか。大丈夫かな。またね、穴の穴を大きくして。で、まあ、接着剤で固定すれば、まあ、片穴でいけるんで。まあ、ずれた穴でね。ひとまずは、天狗のままにしますけど。ジグ使ってずれる人も初めて見たな。まあ、そもそもそんなにいないですけどね。ちょっとでもね、どうだろうな。まあ、多分こっちの方がね、若干高いんですよね、穴が。まあいいや、しゃがね。軽く表面だけ、撫でといて。よし、これで一応ね、ホイッスルのきちんとね、穴開いたんで。まずこれで大丈夫かな。よし、でも行くの方と。めちゃくちゃ手で隠れて見えてなかったって。よいしょ。よし、まずこれで OK かな。一応、ホロもね、取り付けるんで。ただ、ちょっとホロどっちに取り付けるか確認するか。なんだ通知来て。メールか ?LINE だ。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこっちだ、あれだ、ホロの位置確認しよう。多分、ね、ホロね、どっちかにはつくはずなんだよな。それはちょっとね、どっちにつくか俺わかんないんで申し訳ないですけど。点でわかんない。間違えた。ちょっと待ちくださいね。ホロもね、おそらく色は塗っちゃうんですけど、今回。もしね、本当に赤かったりするならば。最悪だ。ホロもついてるはずなんだよな、もしかしたら。どうなんだろう。ホロらしきホロがついてないんだよな。もしかしたらホロも塗装されちゃってくださいんだ、これ。そうですね、ホロ。いや、もしかしたらこれホロないな。そうですね、多分ホロないっすね、これ。ホロ枠ねえや。じゃあホロ使わなくていいや。一応じゃあこれはなんか別の115系とかに取っときましょうかね。これどうなったっけ。
やべえ、覚えてねえ。折り目的には、こうでいいんだよな。いえ。なんかめちゃくちゃパン食ったのよ。腹になった。めちゃくちゃ腹持ちがうるせえな、本当に。一応ピンバシだなって言ったんで。で、ガラスも外したんで問題ないですね。で、これが、トイレなしか。で、こっちがトイレ付きか。ギリギリもしかしたらちょっと危ないかもしれないけど、ちょっと気をつけながらやるとして。で、中間車ですね。まあ、中間車はそうですね、屋根外してボディ外してガシャンガシャンで済むんで、結構楽なんでね。よいしょ。中間車はおそらくこれガラスはね共通のはずなんで、今勝ったなかったけど大丈夫かな。よし、一応これで一つですね、分解は終わりで大丈夫なんで、一応ね、こいつら、まあ、気をつけてね、塗装するとして、どうなんだろうな、塗装しちゃった方がいいのかな。ちょっと気をつけてデカール外してみるか。うちにしろもったいないんだよな、お釈迦になった時が。どうしましょうかね、ちょっと待ってください、一回考えるか。したらちょっと後の付属品なんだっけ。残ってる付属品が、穴開けた、タイホンが塗る、信号変換無理、ホイッスル、列車無線ってあ、ホイッスルと列車無線ってのつけれるな。スノープロか、スノープロはじゃあ2つにつけちゃいましょうか。スノープロつけるんで台車か。ドライバードライバー。重いクソガラスパーツ入れてるけど大丈夫かな。気をつけながら。スノープロどこだっけ、確かコメントなんです。なんか出場した後で結構綺麗なグレーっていいっすね。これは下からはめですか。結構ガッチリはまるんですね。面白いですね。ちなみにカープレッシャーにつけていいのかな、わかんねえでやっていくからさ。本当に、あ、でもつけてて大丈夫そうだ。オッケーオッケーオッケー。じゃあつけちゃおう。つけてる人いるならつけるわ。
これはなぜか台車の向きが逆になってる。おお、やべ、あぶね。ちょいポチだ、ほんねえな。はまった、はまった。これ、気にしたら屋根パつけるから、閉めちゃいけなかった。あとはトイレタンクがどっちにつけなきゃいけないの忘れてた。完全にもうダメな、頭がボケちゃって。トイレタンク、トイレタンクと。トイレタンクは、これか。あ、これじゃねえ。これ大変だ。トイレタンク。やっぱお気に入りのハサミ、あの、毛抜きじゃねえ。挟めねえな、俺どこいたっけ。ない、いて、膝打った。今度は緊急だと気をつけよ。え、こっちでいいか。ちょ、これもまあまあ使い慣れてるやつなんですけど、よいしょ。これは全面パスか。全面パスは別に交換する必要ねえよね。他とか後ではめなきゃいけないだか。これは、そうね、別に今はめる必要も切る必要もないんで。これは後で次回切るとして。トイレタンク。昔は確かこっちに入ってるスノープロも使ったんですけど、あれなんですね、大切用なんですかね、こっちを。床下どこだっけ？あ、こっちか。ホイッスルは、これ多分根元から切っちゃっていいやつか。危ね、めちゃくちゃ5ミリじゃ、0.5 じゃきついな。もしかしたら入り口だけ天狗の方がいいかもしんねえな。ちょっともう一個切ってみるか。
今回は一発で。まあ、二発か。まあ、きついんで多分そう簡単に落ちることはないと思うけど、まあ、気にする人は、そうね、接着剤でも、塗っといた方が、いいかもしれないけど、もしかしてホイッスルこれあった？なんか逆な気がするんだけど。ホイッスル、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 ホイッスル。いまいち向きがわかんねえ、ホイッスルの。まあ、いっか。しょうがね。ビート。で、列車無線ってのは、これで足切んのか。あれ、切っていくどこ、あった。これ根元がギリ死んだな。列車無線ってのはもしかしたらちょっと緩いかもしんないんで、そうね、まとめて接着剤の方がいいかもしんないな。一応ね、屋根がずれてるのなんか別のカフェオレか抹茶か真っ黄色か。買った時にね、一応同じ屋根なんで、おそらくは。まあその時に交換すればいいんでね。ちょっとそしたらしょうがないんで、ちょっとこれはね、紛失防止で接着剤塗っときましょうか。あとで接着剤個人的に塗っときますんで。こっちも足が死にかけてるけど。しゃあねえか。また足死んでる方こっちの方がいい。あ、でも、今度は、すんなりハマったな。俺が多分、毛がきすぎたせいか。結構緩くなっちゃいましたけど。これで、ちょっと反対側の、ね、足だけ固定すれば、多分いけると思うんで。
このまま1個。ちょっとでも前出過ぎな気がするんだけど、どうかな。まあ、ギリギリっちゃギリギリですかね。うん、一応もう一個だけ予備あるんでね。ちょっともう一個だけ使うか。こっちの足折れたやつはまだ使えるんで。あ、どこ行った？もう危ねえ。やべえ、どっか消えた。いて。落ちた。これでどうだろう。まあ、これならさっきよりマシですね。一旦これね、ちょっと接着剤で固定するとして。あとはトイレタンクつけて、つけたんで、まあ、信号員か。ちょ、信号員かだけはね、そうですね、ボディは塗装し直すんで、無理なんで。この時またそうですね、銅鉱板のこっちも修正するんで。これでひとまず全作業終わりかな。そうですね、タイフォンとかは切り出して塗装するしかないんでね。それは切るとして。ちょっとね、いつ頃のオーブね。いつ頃塗装するかね、ちょっとまだ未知数なんで。そうですね。まあちょっと天気見ながらにはなっちゃうんでね、100%。屋根がどっちにしていらねえから。その分スペースあんのか。一応ガラスは。よし、一応こんな感じかな。そしたらあとはねえよな。そうそう、確認だけするか。いつもせんで。時間なんだけど、タイフォンまだホイッスルつけた瞬間が近い。よし、じゃあ、あとはそうですね、タイフォン切って、まあ、マスキングして。マスキングしなくていいか、タイフォンはそうですね、どっちみち。どうなんだろうね。赤一発でしょ、見ていいのか。とか、でも、どっちにしたタイフォンの塗装は確定してんのか。そうですね。一応、デカール塗るとは言ったものの、なんつったらいいの、まあ、タイフォンの上からデカール貼るんで、塗装はやむなしなのかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれだけ先しまうとして。
これね、でかいのお茶にして買い直す覚悟ができてるんだよな。ぶちけ出しですよね。一応ね、まだまだね、俺が作ってないね、アンパンマンレシピ以外にも、なんかその、キハ180っていうの、キロハっていうの、なんかキロハ186だかっていう、なんていうのかな、悠々アンパンマンかっていうのもなんかあるらしいんで、その辺もね、ちょっとアンパンマンレシピ作りたいなとは個人的に思うんで、その分にね、またデカル8000円頼んだりもするんで、どうしましょうかね。また上下も強いんだよ。あ、でもね、失敗するたらね、それこそお釈迦になるんでね、うちとしては。このデカールがどこまで透過するタイプのデカールかだよね。まあ、ちょっと光ってらっしゃれば分かるんで、ちょっと光ってらっしゃいましょうか。あー、結構透過しやすいかもしんないですね。もしかしたら塗った方がいいかもしんないな。そうですね、ちょっとじゃあ、塗装しましょうか。塗装して、まあ失敗したら、まあちょっとごめんなさいにして、一旦動画、そうですね、まあその時それ謝ればいい話なんで。まあじゃあ、塗装はします。一応白く塗ってから、そうですね。一応でもね、どうなのかな、塗装アクリしてる人はね、結構いらっしゃるんだけど、トミックスのやつとかって、その IP の水抜き剤結構ね、きついんですよね。もしかしたら落ちない可能性もあるんですよ。一応マイクロレンズも結構種シャニしてる人多かったんですけど、やっぱりライトつけてたから視界がぼやけてる。そうですね。まあでもとりあえずは、一箇所ですね、予告としては、ここですね、つまめを真っ黄色にして、ボディに関しても一応ちょっとデカールがあるんですけど、これね、海側山側ちょっとデカールなんでわかんないですけど、まあ基本的にはボディは全部赤っすね。ボディは全部赤にして、で、前面も赤にして、あれ全面赤だよ。そうですね、前面も赤にして、で、まあ、ボディのね、ところどころこういう風にちょっと黄色っぽいデザインのがあるんで、これはね、もしかしたら黄色に塗って、で、後ろのオレンジもね、黄色だったらまだ発色いいと思うんで、まあ、半分黄色、半分赤っていう感じの、まあ、ボディ構成にはね、したいかなと思いますんで。まあ、そうですね、今回結構ね、塗装工程大変なんで、そうですね、塗装で丸2日ぐらいかかるかな。一応俺、基本的に塗装とか設置課題って一度やってからね、丸1日分けるんですよ、デカールも全作業も。多分、そうですね、一応月曜日に塗装して、まあ、火曜日に乾かして、で、また水曜日に塗装して、まあ、仕上がり見てっていう感じにはなると思いますんで、ちょっと申し訳ないかもしれませんけど、結構時間かかると思いますんで、ちょっとすいませんがね、ご了承ください。一応ね、完成できるようにはね、頑張りたいと思いますんで、ちょっとね、楽しみにしてくれてたら、ありがたいかなと思います。一応ね、今回ちょっと115系の、まあ、一応付属品少しのとおりですけど、まあ、加工って感じにしました。そうですね、一応、今ね、9時40分なんですよ。あともしかしたらね、1時間ぐらいで加藤からね、製品化情報出るはずなんですけど、一応多分ね、先月出たのがね、7月の下旬にね、確かね、7月の下旬に、11時頃だったと思うんだよな。あ、この辺だな。そうですね、ポスター公開1時間、多分11時なんですよね。そうですね、11時きっかりですね。おそらく11時きっかりにホームページと、Twitter が、まあ、更新されると思いますんで、したらそうですね、まあ、11時に。あと、1時間ちょっとぐらいあるんで、まあ、ちょっと飯食いながら、まあ、軽くパンつまみながら。そうですね、ちょっと、まあ、ゲームやりましょうかっていう感じでしましょうかね。そしたら、そうですね、一旦終わりにしましょうか。ではまた次回の練習してありがとうございました。